ジョン・ピー・ボディ・ハリントンは、アメリカ合衆国の言語学者、民族学者で、カリフォルニア州の先住民を専門に研究した。ハリントンは膨大な研究資料を作成したことによって知られるが、そのほとんどは未交換である。国立人類学アーカイブで、ハリントンの資料は、棚の幅にして700フィート近くを占める。グナゴワ社の録音中のハリントン・ハリントンは、マサチューセッツ州、 ウォルサムで生まれたが子供の時にカリフォルニア州に引っ越してきた。1902年から1905年にかけてスタンフォード大学で人類学と西洋古典語を学んだ。カリフォルニア大学バークレー校で専門のクラスに出席している時にアルフレッド・エル・クローバーに会った。ハリントンはアメリカ先住民諸語と民族史学に強い興味を示した。ハリントンは ライプツヒ大学とベルリン大学での博士課程を終了せずハイスクールの語学教師になる道を選んだ。余暇を利用して3年がかりでジュマ種族のわずかな生存者を集中的に調査した。ハリントンの徹底的な研究はスミソニアン博物館のアメリカ民族学局に注目された。ハリントンは1915年に民族学局の常任フィールド民族学者として 雇用され、40年間にわたってその地位にあった。その間、チュマシュ、ムツン、ラムゼン、チョチェニョ、カヨワ、チマリコ、ヨクツ、ガブリエリーノ、サリナ、ユーマ、モハベタの多数の先住民の生のデータを収集し、編集した。ハリントンはまた伝統的な文化、特に神話と地理に関しても、研究範囲を広げた。 その膨大なコレクションはこれ以上ないほど無秩序で、言語のノートと録音のみならず、あらゆる種類のものや教材が含まれていた。後世のカタログ制作者は、ハリントンが残した箱を開けていくことが、それ自体一つの冒険であったと記している。いくつかの言語について、ハリントンは唯一の記述者であった。例えばオビスペーニョ語、キタネムク語、セラノ語などがそうである。ハリントンは、 アラスカから南米に至る先住民によって話される言語の音声的記述を100万ページ以上残した。録音の技術が発明されると書かれた記録に加えて最初は廊下、後にアルミニウム円盤レコードを使って音声記録を残した。その多くは近年になってデジタル化されている。ハリントンは先住民の言語、詐欺、歌の最初の録音を残した人物とされる。 言語と文化の両面についてハリントンが詳細に、わたって注意深かったことは、数少ない公式出版物の一つである、カリフォルニアのカルクインディアンにおける、タバコに見て取れる。ハリントンは1916年に、キャロベス・レアードと結婚したが、1923年に、離婚した。レアードの1975年の回想録、エンカウンター・ウィズ・アン・アングリー・ゴッドにおいて、 二人の関係について記されている。二人の間には、娘の青なハリング店が生まれた。ありがとうございます。